リーグ2022年 J1 リーグへの昇格をめぐり激戦を繰り広げた J2 ロアッソ熊本。的確な判断でチームの攻撃に厚みを加えるディフェンダー黒木康平。生きがいだと思いますね。サッカーなくなったらやっぱり今は何も楽しくないかもしれないですね。生まれも育ちも熊本県、地元の J クラブロアッソ熊本のベテラン選手黒木康平の原点に迫る。明治安田生命プレゼンツ地元魂。火と水の国熊本県、ここが黒木康平の地元。サッカーばっかりですね。毎日小学校の頃は学校終わって夕方ぐらいから練習してご飯食べてもう寝るだけ。サッカー強豪校に入学後も365日ボールを追い続けた。サッカー漬けの毎日でしたね。私服着て遊びに行った記憶もないぐらい、食事するのも睡眠も全部サッカーのために全部やってましたね。3年時にはキャプテンとしてチームを率いて県大会で優勝し、全国高校総体では2回戦まで進出した。当時苦楽を共にしたチームメートが今は母校の監督。こうや本当に朝から一番に来て練習やってて、私は始発の電車で来てた時にはもう康平はいつも汗垂らしながらやってた印象は残ってます。大津高校に行ってなかったら、まあ、自分プロにもなれてなかったと思うぐらいいい3年間過ごせたなと思います。私も今は母校で彼を超えられるような選手を育てたいと思いながら日々頑張ってます。そして黒木は熊本在籍10年目も絶好調。リーグ4位でプレーオフまで進み J1 昇格へあと一歩のところまで来た。そんな黒木が好調を維持する秘訣が自宅近くの温泉施設。水風呂好きですね。なくてはならないですね。試合終わった後とかに水風呂入らないと、まあ、体がほてって寝れないこととかもあるので毎日のように行ってますね。郷土料理桜あん、味はもちろんお店からの応援も活力だ。めちゃくちゃ応援してくれてますね。馬刺しとか馬のしゃぶしゃぶとかが結構人気で、うちの選手もよく行ってます。馬肉は高タンパク低カロリーで、その辺もすごく気に入っていただいてると思います。康平くんの試合はよく見に行ってユニフォーム振り回して応援してます。四季折々の景色が楽しめる江津湖も大切な場所だ。自分犬を飼っていて2匹1時間ぐらい景色見ながら散歩して、そういう感じでリフレッシュしてます。 J リーグロアッソ熊本黒木康平の地元魂、その原点は熊本にありました。ロアッソ熊本黒木康平の夢は、将来の夢はやっぱりロアッソ熊本が J1 に昇格することです。